立野章一、1937年、土曜日メンバーと共に、琵琶湖を周遊した時。立野章一9月7日から1995年6月6日は、日本の社会主義者。京都市下京区の喫茶店、フランソワ喫茶室の創業者として知られる。山口県伊佐村の町卸の商家に生まれる。1915年京都に移住。京都市立美術工芸学校に入学し、フランソワ・ミレー、フィンセント・ファン・ゴッホの絵画や、志賀直哉、武者小路実篤などの自然主義文学の影響を受ける。また同校在学中の1924年、同じ敷地内にある市立絵画専門学校で、教育管理強化に反発する騒ぎに出会う。これが後に、立野が社会主義活動に向かう伏線となった。美術工芸学校卒業後、陶磁器の絵付けに携わる。1929年3月美術館見学で、東京に滞在中、山本信春の暗殺事件に遭遇し、これをきっかけに労働運動に身を投じる。当初、川上一の身辺警護を務めるが、1930年から京都市北部で洛北友戦功争議が活発化すると、朝鮮人、中国人労働者、被差別部落住民と共に争議現場を指揮した。洛北友戦功争議は、戦前京都地方労働運動の絶頂であり、これをきっかけに新労農党系の京都労働組合総評議会が結成される。しかし間もなく労働組織の分裂、警察による弾圧、川上一の逮捕などにより運動は衰退した。1934年9月、立野を含む労働運動家の自活と社会主義啓発を目的として、フランソワ喫茶室を創業する。1936年から1937年まで、中井正一や斎藤来太郎らが編集、発行した反ファシズム新聞。土曜日の反布を支援した。並行して、当時壊滅状態にあった日本共産党の再建を図るが、不調に終わる。1937年7月14日、日中戦争に伴う言論弾圧強化を背景に、治安維持法により、逮捕、山科刑務所に投獄される。1939年1月出所。1941年、京大留学生。アレッサンドロ・ベンチベンリア画家、高木四郎の協力を得て、フランソワ喫茶室をイタリアンバロック風に改装する。この喫茶室は、61年後の2002年に国の登録有形文化財に登録された。戦後、日本共産党の再建、日本中国文化交流協会、日ソ協会の設立、運営に尽力した。1966年、党内路線対立により、日本共産党を離党。1995年死去。ありがとうございます。